皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、THC オカルトラジオ、ともです。木村です。ちすけです。本日は、前回に引き続き、友人が待ち込んで出会った女が少し変なんだという2ちゃんレジェンドシリーズ後編でございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。私も参加させていただきます。そう、木村さんが。私、木村です。はい。来てくれたので。はい。木村が来たぞーって。木村が来たぞー。木村さんが言うんですね。みんなが思うやつじゃなくて。私から発信してくる。はい、はい、ということで、まあ前回のね、日が空いてるんで、うん、前回の要約というか、あらすじを、ざっと、はい、ざっと言いますね。ざっとお願いします。はい、この書き込んだスレ主の友人がマチコンに参加しました。はい、そこでミキとエミコという2人組と仲良くなります。でエミコの方と友人が仲良くなって食事デートをしようとなりました。その前日にエミコの LINE の名前がエミコから山田桃子に変わります、うん、あれと思ったんですけど、まあ偽名を使うこともあるかと、まあ遅婚なんであるかと思ってそのままデートに行きました。そしてそれとなく、名前変わったよねみたいなことを聞くと、え、前から山田桃子だけどという返事があって、おかしいなと思ってて、それとなく職業看護師だよねって聞いたら、え、塾の受付だよと。合コンで聞いていたミキとエミコが看護学校の先輩後輩という情報とどうやら食い違うと。でこの女は何者なのかということを思って友人がスレ主に相談します。でそれでこれが今書き込まれていますと、うん、それだったらもうミキに聞くしかないと。先輩の方に聞いてみたら、実は看護学校を卒業してから3年、エミコとミキは疎遠になっていたと。久しぶりにエミコからマチコンに行かないと誘いがあったと。マチコンでそれで友人と出会いましたと。でまあそのことをちょっとおかしいっていう、食い違うっていうことをミキに伝えたところ、じゃあエミコを呼ぼうと。今からエミコを呼んで、真相を聞くんですけど、まあエミコが来た時に初めましてと言われたと。友人もこのスレ主も一緒に行ったんですけど、初めましてと言われて、で、うん、ちょっとおかしいなと思って友人とスレ主がトイレに立ちますと。その時に友人に話を聞いたら、いや多分本人だと思うと。顔はもう一緒でもなんかちょっと違うかもっていう感じなんですよ。でまあその時に、ミキとエミコが二人で話した時にエミコから衝撃の告白がありました。なんと山田桃子はエミコの昔の同僚と、実在する人だった。実在する人物で、桃子の彼氏、桃子の彼氏がエミコを好きになってエミコと付き合うようになった。それから桃子がエミコに嫌がらせをするようになった。そして何かの薬剤をエミコの制服に塗りつけているところを違う人に見られて、そこから山田桃子は退職。そしてそのいざこざで彼氏と別れた時にエミコに対しての嫌がらせも止まったと。桃子からの嫌がらせは止まりましたと。でエミコは桃子のことをちょっと知りたいので会いたいと、友人が山田桃子と LINE がつながっているのでどうにか呼び出して会いたいというところまで作戦を立てたところで前編は終わりと。はい、はい、まあね、これもまだ詳しく気になる方はね、うん、前編をまた見直していただければ、はい、詳細欄にもはい貼っときますのでリンクを、はい、ぜひ前編から見てください、はい、だいぶワクワクするんでね、はい、そうですね、はい、ということで友人を出しにここから、山田桃子に会いに行こうという形になりました。で、2014年5月ゴールデンウィークの出来事なんですけど、この作戦を立てようということになったという4人であったというのが5月6日に夜だったんですけど、この報告をしたのが7日ですね。で、そして次の日、5月の8日、8日ですね。ミキから連絡が来た。明日、山田桃子の家に行くそうだ。市役所で住所を調べに行ったそうだけど、事情を説明してもダメだったみたい。でも、恵美子の職場で調べて分かったそうだ。半年前だけど、住所が変わっていなかったことを信じて行ってみると。誰と行くのって聞いたら、恵美子と私と私の彼氏とのこと。今日の報告は以上です。もう、次の日に行くことになりました。もう早くなんか解決したい感じですよ ね、うん、で意外と行動派ですよね皆さんね、うん、すごい話が進んでいくのが早いなっていう。そして書き込み9日の夜10時半ぐらい、
ということで報告しますと。まあこれことが終わってからですね、うん、ミキの彼氏はタクシー代わりだったようで、山田桃子の実家に行き、まずはミキが一人でインターホンを鳴らす。母親と思われる女性が玄関まで出てきて対応した。看護師だった頃の知り合いだと言ったら普通に話してくれたらしい。その人の話、まあ母ですね、山田桃子、母の話によると、山田桃子はもうここに住んでいない。長いこと彼氏の家に住んでいた。住民票は移してないが、半年ほど前から一人暮らしをしている、とのこと。住所を教えてもらったところ、なんと俺たちの最寄り駅から徒歩10分くらいのアパートだった。これは恵美子がショックを受けるかもしれないので、恵美子にはまだ伏せていると。で、どうしようと、ミキが俺に相談をしてきた。俺はとりあえず母親に事情を話してみたら、と送ったと。これが今、返信待ちです。なんか彼氏と一緒に住んでるって言ってたけど、一人暮らしを始めたってなってたっていうのは、彼氏の家から出たっていうことっていうことですかね、多分ね。で、これが多分この、恵美子と揉める前の桃子の彼氏。うんうん、その桃子の彼氏がね、恵美子を好きになっちゃったからっていう。その徒歩10分のところに住んでるっていうのでショックを受けるってのは、なんでショックを受ける？そのいじめを受けてたとか、ああ、また会ったりしたら嫌だなっていう。そうそう、嫌だなっていう。だから、まあ、もしくは監視されてる可能性もありますからね。あ、まあそうだね、なるほど。ミキから連絡が来ます。とりあえずアパートにはまだ行かないとのこと。母親が話が通じそうだから、もう一度行ってみて母親に相談してみようということに。今度は俺もついていくことになった。あ、スルーの主ですね、のなった。なんかかなり心配になってきたんで、友人も連れて行きたいけど、大所帯になっても困るし、おそらく仕事の休みなんてもうしばらくないだろう。ちなみに友人の LINE の山田桃子からの返信はまだないっぽい。ここまで来ればもはやもうなさそうだと。なんかここまで聞くと、やっぱその友人に、その前半の時に桃子のやりたいことがわからないって話が出て、恵美子になりすませて出会いを求めてるのであれば、その友人と連絡は取るはずじゃないですか。なのに友人とは連絡を絶ってるんですよ、もう。その辺が意味わかんないなって思ってたけど、最寄り駅に住んでるなら、その今こういうことをしてるってのも見てて、返事をしなくなったっていうのはありえるかなってちょっと思いましたね。てかその最寄り駅から徒歩10分だったら、町コンもね、知ってそうですしね。町コンって町で開催されるからさ。まあ、桃子は知ってるから来てますもんね。ね。なんだろうな、まだ何がしたいのかがよくわかんないですよね。困らせたいだけにしてはなんか中途半端だし。ということで、5月10日の書き込み、夜7時の書き込みですね。スレ主です。仕事をする気にもならないんでまとめます。今日の10時くらいに山田桃子の実家に行ってきました。アポなしだったんで心配だったけど、母親が出てきて安心しました。かなり若く見えるなぁと思いました。それで少し話があると伝えたら中に入れてくれました。俺とミキで部屋に入り、恵美子は少し車にいてもらって様子を見ることにしました。で、俺がまず事情を説明。実はこんなことがあって、恵美子さんが迷惑を受けていると伝えた。できる限り細かく、だけど相手を刺激しないように話しました。その甲斐あってか、山田母はずっと黙って聞いていました。で、今はただのなりすましだけど、今後何か被害が起こらないとは思えない。そうならないように協力してほしいと伝えました。山田母はしばらく無言だったけど、恵美子は今どこにいるかと聞いてきた。で、今は近くで待機していると伝えると、ぜひ会わせてほしいと言われた。かなり迷ったんだけど、結局恵美子を招集することにした。恵美子が入ってくると、山田母はその場で土下座した。これには正直びっくりした。で、山田母がいろいろ話し始めた。整形したことは知っていたとのこと。山田桃子のアパートには数回行ったそうだ。その時に顔の変化に気づき問い詰めた。結局、目、エラ、鼻などの整形、声を変えるために鼻の裏の骨まで削ったそう。なぜそんなことをしたのか聞いたが、可愛くなりたかった、としか言わなかった。それと、看護師の仕事を辞めた時に両親に連絡が来たそうだ。だから仕事を辞めた理由も知っている。本人にもいろいろ聞いて、二度とそういうことをしないようにと念を押した。また、それも看護師の過労が理由の一つだと考え、またすぐ働くようなら職種も変えた方がいいと伝え、現在の塾の仕事を紹介したらしい。で、警察に届けは出したのかと聞かれた。こっちとしてもことを荒立てたくない。できれば穏便に済ませたいが、これ以上何かあるのであれば、おそらく警察に頼ることになると伝えた。そしたら、今から娘のところへ行く。私が行って何も変わらなければ、警察に届けを出していいと言われた。
俺と恵美子は同行することに。ミキは午後からの勤務だったのでギリギリまでついていくとのことだった。で、俺の車で山田桃子を宅に向かった。仕事場にいる可能性もあったけど、ここからかなり離れているんで、まずは自宅にという感じで。近くの駐車場に車を止めて、とりあえず山田母と俺がアパートに向かった。アパートの外見は小綺麗で、いかにも若い人向けって感じだった。インターホンを鳴らしたんだけど、反応がなかった。山田母がドアを叩いて声をかけたんだけど、しばらく経っても出てこない。やっぱり仕事中かなと思った。引き返そうとしたんだけど、山田母が合鍵を取り出して鍵を開けた。中を少し見たんだけど、電気も消えてて物音もしなかったんで、やっぱり出かけてるんだろうなと思った。山田母はそのまま中に入っていった。俺は部屋の外で待機。でもちょっと気になったんで、ドア越しに中の様子を見てみた。玄関近くにキッチンがあって、その奥に2部屋あるみたいだった。で、そのうちの一方の部屋に山田母が入っていった。俺はそんなにジロジロ見るのもあれだと思ったから、外の景色を眺めていた。しばらく経って山田母が玄関の方に戻ってきた。なんか無表情というか、なんというか表現しづらい顔をしていました。やっぱりいませんでしたって聞いたら、とは言ったんだけど、なんか様子がおかしい。どうしたんですかって聞いたらまた無言。何を思ったのか、俺はちょっと部屋の中に入らせてもらっていいですかって聞いた。山田母は何も言わなかったけど、そのまま入った。よくそんなことができたなと今になって思うわ。どうにも山田母の様子が普通じゃなかったし、冷静になれなかったんだと思う。一つ目の部屋は綺麗に片付いていた。女の子らしい可愛い感じの部屋で、机の上やベッドの上にぬいぐるみがたくさんあった。机の上に事務の仕事の書類と思われるものと、ノートパソコンがあった。元彼の写真とか、恵美子の写真であるものかなと思いきや、そういったものは何もなかった。で、隅々まで調べるのもあれなんで、とりあえずこっちは置いといて、もう片方の部屋に向かった。ドアに、恵美子の部屋って書かれてて、嫌な気しかしなかった。ドアを開けると、窓がないらしく、真っ暗だった。で、手探りで電気をつけた。かなり奇妙な部屋だった。何から説明したらいいかな。まず、ベッドが3つあった。部屋の奥から等間隔に並べられていた。全部暗い色で統一されていた。入り口側の左側の壁に机があって、その上に何かの書類とノートパソコンがあった。で、壁一面に写真が貼られていた。100枚はあったんじゃないかな。小さい子供の写真とかもあった。恵美子と思われる写真もあった。で、その写真のほとんどに修正ペンが白いマジックで×印が書かれていた。写真全体にというよりかは写真に写っている人の少し上に。ゾッとした。少し怖くなったからそのまま入り口まで引き返した。おばさんが外の通路にいたんで、とりあえずそっちに向かおうとしたら、風呂場だと思われるところからガタって音がしたんだ。お化け屋敷でもないのにヒーって声が出たわ。で、パニクってしまって小声でおばさんおばさんと言って小走りで向かった。山田母が振り向いたんで、一度冷静になってから、お風呂場で音がしたんで様子見に行ってもらえませんかと伝えた。で、俺はそのまま外の廊下に待機。ドアだけ開けていた。山田母が風呂場の前でノックして、桃子いるのとか聞いてたけど返事がなかった。山田母がこっちを見たんで、開けてみてくださいって小声で伝えた。山田母がドアを開ける。山田母があんたこんなところで何してんのって言った。そしたら風呂場の向こうから、なんだお母さんかよかったと、なんか普通の声が聞こえた。なんか想像してたパターンとだいぶ違って、えってなったわ。なんか男の声が聞こえたけど誰とか言ってた。固まってる母親を前に、風呂場から山田桃子が私服でしれっと出てきた。それでこっちを見るなり、あ、こんにちはって俺にも挨拶してきた。どうもって返したわ。なんだお母さんの友達、また若い男見つけてとか言いながらそのまま部屋に向かう。向かった先は最初に入ったいかにも女の子って感じの部屋だった。お茶でも飲みますか、とりあえず上がってくださいと言われた。なんか今まで思ってた感じじゃなくて、肩透かしを食らったような感じだった。唖然というか毒気を抜かれるというか、まあ呆然とした。その明らかな不自然さが少しずつ怖くなってきたんだけど、山田母は逆に我に返ったのか、少し厳しい口調で、あんたいろんな人に迷惑かけたみたいねって言った。山田桃子はえって顔をした。あんた恵美子って人のことをストーカーしてたんでしょうか、いきなり言うかと思った。なんか声のボリュームが大きくて少し周りが気になったんで、とりあえず玄関の中に入って扉を閉めた。内心あんま刺激しないでほしいと思って止めようと思ったんだけど、あまりの展開に口も動かないし体も動かなかった。
山田母はそのまま怒った口調で、そんなことしたのとか、私があれだけ言ったじゃない、どうして繰り返すのとか怒声を放ち続けた。山田桃子は下を向いて無言だった。隣の部屋も何なの、気味が悪いって言った瞬間に山田桃子が顔を上げ、隣の部屋入ったの、あれと言いながら首をかしげた。何、それがどうしたっていうのって言ったら、あれ誰もいなかった、って。あんた誰かと一緒に住んでるのって山田母が言うと、恵美子と住んでるって言った。山田母がえって顔になり、引きつりながら俺の方を見た。多分俺の方が引きつっていたと思う。山田母が少し落ち着いた声で、恵美子さんはね、今私の乗ってきた車にいるのって言った。それを言うのはまずいんじゃないかと思ったが、ヘタレなんで何も言えずにいた。山田桃子が、え、だってさっきまで恵美子といたよって言った。山田母は、いるわけないでしょうって言って机を叩いた。でもいたよと言う。山田母は気が動転したのか、泣きながら山田桃子につかみかかった。これはまずいと思って止めに入る。無我夢中で山田母を廊下まで引っ張って、落ち着いてくださいって言った。山田桃子にちょっとすみませんと話しかけた。山田桃子はなんかびっくりして泣き出しそうな顔をしていた。少しだけ山田桃子の方に近づいて恐る恐る聞いてみた。びっくりさせてごめんね。俺はお母さんの知り合いなんだけど、名前を教えてもらっていいかな。山田桃子が、私の名前ですか？と聞いてきた。そうって言ったんだけど、その後しばらく無言が続いた。多分30秒くらいだったと思う。もっとかかったような気もした。その瞬間、山田桃子はそのまま横にぶっ倒れた。えってなって山田母と顔を見合わす。山田母が駆け寄って、どうしたの？桃子？って聞く。反応がなかったので、救急車救急車って叫んだ。俺もびっくりしてそのまま救急車を呼んだ。救急車が来るまでの間に車に戻って二人に少しだけ事情を報告した。しばらく車で待っててと。ミキは出勤の時間が近づいていたが、状況があれなんで残ると言った。恵美子も現場に近づかないけど、すぐに報告してほしいから残ると言っていた。5分もしないで救急車が来た。救急隊員が山田桃子を運んでいったけど、山田桃子は動かないままだった。救急隊員が事情を聞いてきたので説明したところ、山田母が山田桃子に掴みかかった時に怪我をした可能性があるからと警察に連絡しなければいけないと言われた。どう考えてもそれはないと思うと言ったんですが、義務ですのでと言われた。しばらくすると警察が来た。残った一人の救急隊員と警察が端の方で何か二人で話していた。外傷は今のところ見当たらなかったとか聞こえた。で、今度はこっちにやってきて、詳しく話が聞きたいからパトカーの中まで来てほしいと言われた。パトカーは2台あって、俺と山田母は別々のパトカーに乗った。警察のおっさんが、まあ事件じゃないとは思うんだけど、一応話を聞かせてもらっていい？と聞いてきた。口論になった理由とか、つかみかかった理由とか、教えてもらっていいかな？どこから話せば納得するんだろうなと考えて、部分だけ説明だけしても逆に面倒になると思った。それで電話の許可をもらい、ミキに連絡した。ミキに事情を説明して、恵美子に大まかなことを警察に説明してもいいかと聞いた。状況が状況なんで仕方ないと承諾を得たので、警察に今までの一連の出来事を説明した。山田桃子にストーカーまがいなことをされた友人がいて、山田母に連絡してアパートに来た、くらいの大まかに説明をした。警察のおっさんが、ストーカー？ちゃんと警察に報告したの？と言ったんで、したと思いますよ、としらを切った。で、いろいろと事細かに説明をした後、書で書類だけ書いてもらっていい？と言われ、警察署について少し待たされた。しばらくしたら、さっきの警察と、あともう一人のおっさんが出てきた。書類にサインをしていると、おっさんが喋り始めた。ああ、ストーカーされたと言ってたよね。ええ、友人がですけど。それ、訴えたりする？わかりません。すごく言いにくそうに、そのおっさんは話し始めた。要約すると、多分山田さんは精神の病だと思う。鑑定でそれが確定するなら、多分ストーカーじゃ罪状はつかない。みたいなことをそれとなく伝えたかったんだと思う。まあそんなことを言われてもって感じだったけど、そして全部終わって部屋を出た。署の外でしばらく待っていると山田母が出てきた。山田母はこのまま病院に向かい、その後署に戻ると言っていた。俺は正直とてもじゃないくらい精神的に疲れていたので、病院には行かなかった。山田母と電話番号を交換してそこでお別れしたと。車まで戻って二人にいろいろ報告し、いたたまれないような思いの中、無言で二人を駅まで送り届けた。
今日はこんな感じでした。とりあえず、まあ、突撃して、そしたらエミコの部屋という部屋があって、部屋広すぎない？2部屋あるってことですね。ベッドがベッドがね、そうでしょ、うん、だからまあもしかしたら 1LDK とかでリビングで自分の部屋、うん、自分の女の子らしい部屋、うんうん、でもう一つがちょっと8畳とかの寝室で、そっちがエミコの部屋になっててたのかなって俺は思ったんですけど、うんうん、等間隔でベッド3つって ねすごい並べて、うん、隙間なく3つくっつけてあるだったら、うん、まだなんとか、うん、でもねシングルだったら、俺の部屋6畳ですけど、うん、シングルだったらでもな、机とかがあるのか、うん、6畳でもギリ3つは並べるんすけど、うん、シングルとか、まあ、もっと部屋広い部屋もありますからね、うん、あとは収入がどうなってんのかとかも分かんないですけどね、まあどこの話か分かんないからね、うん、でちょっとその3つっていうのがちょっとね、うん、不可思議というか、うん、うん、エミコの部屋なのになんで3つあんのかなっていう、写真だね。ね、バツ印のね。なんかあれじゃないですか。エミコの携帯に盗んでみんなにアド変しましたっていうのを送ったじゃないですか。うんうんうん、それでエミコになりすまして嫌がらせをした相手とか、うんうんうん、に印をつけてたりとかはあるのかなっていう。うんうん、一応まあ一連の流れはこれで終わりなんですけど、うん、まあこっからはちょっとスレ主のね考察というか。まあ多分こういうことだったんじゃないかなっていう、ちょっとまあ答え的なことが、うん、まあ、イマジナリーフレンドも見えてる感じしましたよね、うん、エミコさっきまで言ったよみたいな、まあ、エミコを作り出してしまったね、うん、のがありましたね、描写がね、うん、ということでちょっとこのスレ主のね、考察というかこういうことだったんじゃないのかなっていうことを今から言いますね、はい、山田桃子がエミコになり変わったのは多分行き過ぎた防衛本能だったんじゃないのかなと思った。彼氏を取られたショックから自分の心を守ろうとしたんだと思う。普通は新しい恋に走ったり暴飲暴食したりとかで紛らわすんだけど、多分山田桃子は自分がエミコになればまだ彼氏と付き合っていることになると思ったんじゃないかと。でエミコになったはいいけど、結局本物のエミコの方も彼氏と別れちゃったからまたショックを受ける。そして自分がエミコである意味がなくなったけど、顔もエミコになっちゃってるから山田桃子には戻れない。山田桃子にもエミコにも戻れなくなって、自分が誰だかわからなくなってしまったんじゃないかと。あくまで憶測でしかないけど、で多分自分の顔と違う顔に罰をつけてたんかなと。幼少の頃の山田桃子の写真とかもいっぱいあったんだ。どれに罰がついてたかは覚えてないけど、発症して自分が誰だかわからなくなりつつある時に自分の顔を目に焼き付けたかったのかなと。当時は本当にそっくりだったんじゃないかな。山田桃子は自分はマジで自分のことを恵美子だと思っていたのかもしれない。でも思い込みの力ってすごいからね。俺もマチコンの時の山田桃子を知ってるわけじゃないけど、ここでスレ住民からベッド3つの意味は何だろうと、うん、うん、あとさっきまでエミコといたよっていう言葉とか、うん、こういうのは怖いよねみたいな質問が来るんですけど、うん、まあそれに対してわからないというか、3つのベッドの他にもおかしい部屋だったよ、姿見が家具で隠されてたり、電気スタンドが4つくらいあったと。難しいけど、整形後に自分の写真を部屋で撮ると、自分が誰だかわからなくなった後にその写真を見る、でエミコが部屋にいると思ったのかもしれないと。写真に写ってるのは大人も子供もほとんど罰がついていた。子供の写真は多分山田桃子が子供だった頃に友達とかと撮ったような写真だったと思う。それからしばらく経ってですけど、今週の火曜日に山田母から電話が来ました。恵美子さんの都合の合う時間でいいので病院まで来てほしいと。桃子と会うことはないけど、全てを説明するために先生と話してほしい。できれば俺もついてきてくれると助かる、とのことだった。恵美子と連絡を取り合い、木曜に向かうことに。ミキにも一応連絡を入れたが、後で報告してくれればいいとのことだったので、当日は俺が車を出した。夕方、病院に着くと、なんか会議室みたいなところに通される。山田母、医者がすでにそこにいた。恵美子さん、一さん、スレ主ですね。恵美子さん、一さん、この度は本当に申し訳ございませんでした。と、山田母から謝罪が入った。で、いろいろ山田母の弁解が入った後、医者の話になる。山田桃子さんの担当医の相原です。
山間桃子さんは現在意識は戻っていますが、精神的に不安定な状態ですので、しばらくの間こちらで入院することになりました。ですので電話でもお伝えしたように、山間桃子さんとの面会はできませんのでご了承ください。あの後すぐ意識は戻ったんですか？ A、 こちらに運ばれてきた時はすでに意識は回復していました。ひどい錯乱状態でしたが、精神的負荷がかかりすぎたのだと思います。やっぱり名前を聞いたからですかね。山田桃子が倒れる前後のことはもう山田母が全部説明しているというふうに考えて、そんなことを聞いた。そうですね、それが大きかったと思います。もしかしたらと思ったんですが、自分が誰だか分かんなかったんですかね。そうですね、そういう症状はあったと思います。それで山田桃子さんをアセスメントしてみた結果ですが、アセスメントっていうのは一応調べたら客観的評価分析みたいな意味だったんで、うんうん、まあ客観的に診断みたいな感じですかね、うんうん、とても多くの問題を抱え込んでいたみたいです。具体的に言いますと、さっきおっしゃられたように自分が誰なのかわからない、普通だと俗に言う記憶喪失などの経験によりこのような症状が出ることはありますが、山田さんはそういった原因ではないようです。自分でそのことを説明するのもかなり苦労していました。また他にも幻聴や妄想、衝動的に体が動いてしまったりと、かなり難しい状態です。しばらくの間はここで入院してもらおうと思います。その後他の施設、例えば社会復帰施設などを希望されるのであれば、そちらに移動されるということも考えられます。そういった状態ですので、今後恵美子さんや一さんに迷惑がかかってしまうようなことはありませんので安心していただきたいですと。ここから先は私の管轄ではありませんが、自分の付近に近づかないように誓約書などを書くことも方法の一つですと。そういった話は山田さんのお母さんと恵美子さんの2人で後ほど話した方がいいかもしれませんねと。これから恵美子さんと2人で話したいのですが大丈夫ですかねと、恵美子は大丈夫ですと言った。すぐに終わるのでお母さんと一さんのは少しの間だけ外で待っていてもらっていいですかと、20分ぐらい外の待合室みたいなところで待っていたと。そして恵美子が出てきた。結構かかったね。今度は一くんと話がしたいらしいよと言われたので一人で部屋に向かった。相原がどうもすみませんねと、いや別にいいですけど、早速だけどと言って質問攻めを食らう。部屋のことで覚えてることはないかとか、話した時にどんな感じがしたかとか、ひたすらそれに答え、その後逆に質問はないかと言われた。ベッドが3つあったのは何ですかねと聞いたが、これについてはわからないそうだ。精神障害だとするとどんな病気なんですかという質問にもまだ断定するには情報が少なすぎる。5つくらいの病名はつきそうだと言っていた。山田母も相当しんどそうでした。ストレスが溜まっているし、カウンセリングを進めた方がいいんじゃないですかと言ったら、できることは担当医である私としてもしていくつもりだがと言っていた。その後医者を除いた3人でその部屋を使って話を進めた。恵美子としてはもう今後迷惑がかからなければそれでいいとのこと。山田母は誓約書を書くと言っていたんだが、恵美子は別にいいと言ってました。そんな感じで報告は以上ですと。この報告を聞いてスレ10人なんですけど、大変興味深かったと。ベッドの仮説として、対象はなりすまして元彼を寝取るとか、そんな理由で顔を変えたものの破局されて次の手を失ってしまった。元彼との同棲を妄想して男女一つずつのベッドを購入。もしくは整形前から本当になりすましで同棲するつもりだったのかもしれない。しかし顔まで変えてしまってはいよいよ自分が誰だかわからなくなる。必死で恵美子を切り離すために写真に罰をつけて頭を整理したり、桃子用のベッドを購入したり、一の友人相手に桃子になりすましたりしていた。これは町コンに行った友人のことですね、うん、相手に桃子になりすましたりしていた、もしくはライバルだった恵美子にいつしか振られ仲間のルームメイトになっていたのかもしれないと。精神病の知り合いは多く偏見はないが、これは衝撃が大きいと。まあそういうことでこのスレは一応終わっていますと。まあなんか実際にあったことっぽい感じはしますよね、なんか。だからなんかこう考察の余地があんまないというか。なんかね、このベッド3つに関してはいろんなところでちょっと考察されてたんですけど、僕ちょっと思ったのは、エミコになり変わった自分と忘れてしまった自分の2つはなんか説明つくんですよ、うん、もう1個はなんかそっから新しい自分を見つけようとして、なんかみんなにこうみんなのところ行ったりとかして、本当はこれが今の私だっていうののためのもう一個だったみたいな、その過去の自分と
恵美子になった自分と今の自分の3つみたいな雰囲気。でもその女の子っぽい部屋にはベッドがあるんだよ。ああそうか、うん、じゃあもう一人なんかいるのかな。じゃあ今の自分がそれで、うん、なりたい自分理想だったりとかがもう一個みたいな、うん、なんかそこ男にあんま執着してるイメージがあんまないんですよね。だったらマチコン行かずに今の恵美子の気に入ってる男のとこ行けばいいだけの話だし、うん、恵美子をストーカーして、なんかまあ他のさっき言ったけど他のスレでもいろんな考察がされててっていうので、うんうん、まあベッド3つのことに関しては一番ちょっと腑に落ちたっていうのは僕が見た中では全部恵美子のベッドで、まず恵美子の部屋って書かれてるじゃないですか、うん、その中にまあ恵美子を一回切り離すんですけど、うん、でまあ切り離して自分は山田桃子になるじゃないですか、うん、だけど顔を変えてしまったことによってまた恵美子が戻ってくると、うん、でその自分の中のキャパで恵美子がどんどん侵食してってまた切り離すと、うん、で一回桃子に戻るんだけど顔はいつ見ても恵美子だからまたいっぱいになってくると恵美子で、で切り離したのが3回あるんじゃないかっていう、なるほど、のがなんか僕的にはそうなんだって思っちゃいましたけどね。それを家に置くかな、恵美子の部屋として閉じ込めておくことしかできないっていう感じなのかなっていう、まあ精神状況がそういう感じですから考えてることがちょっと分かりはしないですけど、マジでありそうですね。なんかね、閉じ込めとくちょっと全然違うんですけど、うん、部屋が片付けられない、俺がこれしっくりくるなと思ったのはさっきの言ったのは部屋を片付けようってなるじゃないですか、うん、とぐちゃぐちゃになってくるとなんかねぐちゃぐちゃなもんを大きい箱を買って全部そこに入れて隅っこに置いて部屋は一旦綺麗になるじゃないですか、うん、でも根本って片付いてないじゃないですか、うんうん、それで良しとしてしまうみたいな、うんうんうん、でまたそのぐちゃぐちゃになってきてまた箱にしまってもう一個置くみたいな、うん、僕はこれなんですけどよく、うん、結構汚いものに蓋をして隅に置いとくっていう感じになっちゃうんですけど、うん、な似てるなって思いました。だからちょっとしっくりきたというか、なんかそのなんていうんですかね、もう一個気になるところが、うん、お母さんと一緒に家行った時に、うん、返事しないんですよ、うんうんうん、でもお母さんはお母さんだよって言ってて、ね、で合鍵で入って、うん、部屋の中にはいなくてトイレじゃないお風呂場に隠れてるんですよね、うん、その時もお母さんなのに返事はしないんですよ、うん、開けて桃子が出てきた時はなんだお母さんかっていう感じが、うん、だからその時はなんか人格が変わってるというか恵美子になりきっちゃってんのかなみたいな、うん、なるほど、なるほど、うん、でお母さんの顔見て恵美子がバッて消えて引っ込んで桃子が来るっていう、で名前聞かれた時に、まあ、自分の中の恵美子が恵美子だよっていうみたいな、うん、でこんがらがって倒れちゃったみたいな感じなのか、でも桃子もさっきまで恵美子いたよって、ね、うんうん、部屋で話してたみたいな感じだったじゃないですか、うんうん、なんか確かにね、あそう考えると確かに恵美子いたかもね、うん、いたかもってその自分で恵美子になってたかもね、閉じ込めてるってよりかは、うん、なんか共存してる感じするんですよね、なんかその恵美子たちとルームシェアみたいな感じなのかな、うん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 、でなんかそこまでやっちゃったからこうなってるけど、うん、そのなんていうんですか、整形とかしだして彼氏を元彼を取り戻したいみたいな時はそっちに夢中になってたんであれですけど、うん、なっちゃってから、別れて今自分が何者か分からんってなってから多分反省したというか、うん、だけど毎回恵美子の顔だから恵美子が浮かんでくるパターンもまあありだし、恵美子も恵美子で実は桃子のことすげえ恨んでるというか、うん、やられたこととか、うん、でなんか生き量みたいなのが最初飛んでてとか、うん、でああその恵美子の恵美子じゃない桃子の部屋にそれが現れて、うんうん、で意識してしまうみたいな、そうだから鏡に二人映るみたいな、うん、恵美子の生き量と恵美子になった自分と、うん、でだんだんそれを切り離すみたいな感じにしていく、だから自分生き量切り離した恵美子の3つとか、うん、まああるかもしれない ねそれは、うん、なんかちょっとその操られてる感がちょっとあったんですよね、そのそう、ね、風呂場に閉じ込められてるっていう、うん、確かに、うん、まあ前編にも言いましたけどね、うん、ちょっとネオホラーラジオさんとコラボしてから、う
マチコンが面白いっていうツイートをめっちゃ見たので、はい、こっちはマチコンの濃い話してやろうかなと思って、なるほど、つけたんで、2ちゃんレジェンド。めちゃくちゃ意識してるんですよね。マチコンホットだなと、すげえ狭いところでですけど。だからマチコンのね、こういう話を、うん、選んでみましたけど。いや、すげえ興味深かったっすね。ワクワクはしたね。うん、どうなってくる、どういうこと、どういうことってね。うん、なんかでも、その、どの段階で、そう、例えば、先輩にマチコン行こうぜっていうところはさ、すげえアクティブじゃない、うん、うん、でもさてお風呂場に閉じこもっちゃってみたいな、うん、そこはなんかもう引きこもっちゃってるような感じするし、うん、確かに確かに、だからこうなんていうの、そう状態とうつ状態みたいな、なんかそういう不安定さみたいなのもすごい感じるなと思って、うん、確かにね、そのアクティブさっていうか、そのマチコンに誘ったっていう、ももこさんをミキは本当知らないじゃないですか、それって卒業してからの話なんで、そうなるとどういう関係かまで分かんないじゃないですか、ミキが。分かんない、だからそれも多分調べ上げてるっていうのもすごいなと。すごいよね、うん、まあその携帯を盗まれたことがあるだっけ、はい、なんかあって、うんうん、それが、まあ、いつの時代なのか。そうですね、これは職場時代に、うん、だからもうスマホなのか、あの、あ、これね2014年なんで、うん、もう iPhone は出てますよね。出てますね、スマホは出てますね。ちょうど入れ替わりぐらいですか、うん、14年だったら、あ、いやでももうちょっと後だね、もうちょっと後、うん、そうですね、震災が2011年でしたっけ、うん、なんかロックかけてる気がするんだよね、大体。確かにね、うん、それで携帯奪ってでみたいなさ、それがね、なんかすごい、それ携帯一つでそこまで人間関係調べれるのかなっていうのも思うし、ね、確かにね、なんかちょっと思うのが、うん、恵美子さん、うん、本当に誠実なのかなっていう、うん、本当もっとなんか隠してることがあるじゃないですか、ね、うん、あ、まあ確かに、そのだって彼氏を、うん、が桃子と付き合ってたっていうのも知って知ってるし、うんうん、まあ、奪ったわけじゃないですか、うん、で嫌がらせされた、うん、けどそっからなんかこう、もう桃子は退職したっていう恵美子側の意見しか聞いてないんで、うん、あれだし、もう桃子さんは今そういう状況になっちゃってるから、うん、その時の話は聞けないんだけど、恵美子がなんかしてたんじゃないか説もちょっとある、あ、ある、怖い、怖い、怖い、ありますよね、そこまで追い詰めた、うん、でどうしてたってことね。もう今回もうすげえ急に、あの、早く会いたい桃子に、うん、みたいなので、うん、1日2日で家まで行くんですよね、うん、そうだね、そう、これもなんか隠してることを、うん、なんかまあ自分が犯人じゃないためのカモフラージュというか、うんうん、被害者だっていう風にするための何かが実はここにはあるみたいな、うん、なるほど、だってもう会いたいって言ったのも恵美子からだし、うんうん、わ、すごいね、ありそうですよね、うん、桃子より恵美子の方が実は悪い女説、うんうん、病院行ったは計画通りねえあ、なるほど、うわ、怖っ、自分はもうあの被害者なんです、うん、っていうことで終わり、うん、であいつは何言っても精神病だからみたいなね、うん、うわ、怖っ、本当に桃子さっきまでいたかもですよ、あ、桃子じゃない、恵美子、うわ、怖っ、桃子の部屋、ね、でも車で来てんだよ一緒に、あ、でもそのちょっと前に、うん、まあ、精神的にやばいから、うん、お風呂場に追いやってから、うん、自分もちょっと行くみたいな、あ、まあでも家の近くですしね、うん、あ、うわ、そういうことか、すごっ、あれできそうじゃないですか、うん、まあ朝10時に集合したって言ったから、例えばまあ7時8時ぐらいから一緒にいて、うん、そっからずっと風呂場にいさせるみたいな、うんうん、まあ、とかなんか自分がなんかすると恵美子が見えるスイッチみたいなのが、うん、もうこのうつ状態の桃子にはあって、あ、植え付けられてて、うん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 、とかっていうのが実はできる、もしくは本当に、あ、でもな、もう3年間飼い殺してたみたいな、うん、でその桃子がやばいやつだっていうのをつけるために、そのマチコンを恵美子、本当は恵美子が言ってるんですけど、うん、自分が言ってないことにするんですよ後で、ああ、なるほど、なるほど、ね、なるほど、え、であれあれって な,、うん、な、精神状態をおかしくするみたいな、うん、そうすれば話の辻褄が合う
説明もつきますね。本当だね。わあ、それ怖怖いですよね。エミコこそ。エミコこそのパターン。キラーキラーですよ。計画通りっつって。怖っ。あと一番気になってるのは、うん、その前編の時に、うん、主人公っていうか、スレヌ氏の友人は、うん、俺はまだモモコ狙うって言ってたんですよ。うん、どうなってんのかなと思って。確かにもう友人蚊帳の外だから、ね、完全に友人から始まってますけど、うん、で友人は諦めてないですからね、桃子のこと。うわー、うん、その説怖いわ。新しいし、自作自演っていうありえるかもしれない。なるほどね。友人に会ったのも恵美子の可能性ありますからね。うわー、これ書き込まれたの2014年なんですけど、はい、そん時出したかったわ。書き込みたかったわ。もうちょっと恵美子さん調べてみてください。うわ、もっと伝説のスレなんとったかもしれないですね。これはすごいいいオチ。今だからこそ、ありそうですよね。ちょっと7年の時を経て、他にこういう考察出てなかったらめちゃめちゃ胸張って出しましょう。あ、そうだね。新説とか言って、うん、まさかの大どんでん返し。大どんでん返し、うん。おー、でもなくはないかなって。いいですね。まあ、あの木村さんはね、あの後編からだったんで、うん、ちょっと僕はダイジェストでね、あの前編の流れを言ったんですけど、うん、はい、まあ、まだちょっとここまで聞いてなかなかいないと思いますけど、うん、聞いたことない前編を、うん、っていう人はかなりワクワクするんで、うん、ちょっと聞いてみてほしいなと、うん、思います。まあ、ちょっとね50分ぐらいも経ってるので、うんうん、そろそろ締めようかなと思いますけど、はい、まあでもよかった。いい説出ましたね。いい説出ましたね。さすがケイスケというところ。ありがとうございます。急に来ましたね。なんか来た。あれ、なんかでも、うん、こう最近すげえいいの出るじゃないですか、この1年ケイスケって。出るよ、うん、出る出る。最初から出んかったと。これはおからじ的成長なんですかね。あ、最初はなんか、まあ、最初は脱線メインですからね。なんかすげえそれがね、2021年、うん、すごい目立ったな、うん、年だったな、なんか個人的にあんま変わった印象はないんですけどね。すごいいいなと。本当ですか、ありがとうございます。考察を牽引してってもらえるぐらい。そうね、マジですか。だってよく木村さんと二人でクエスケおったらこれもうちょっと面白くなったかもしれんねみたいな、ね、ありますから、ね。まあ、なんか最後に俺だけめちゃめちゃ気持ちよくなるじゃないですか、うん、今日。まあでも、うん、いい説出てるから。本当ありがとうございます。なんかすいません、来年はちょっと引っ張ってってもらえる。二巨頭で木村圭介と二巨頭で言ってもらえる。ただただいいのが目立ってこうやって言ってくれてますけど、うん、1年間分全部聞き直してください。うん、ダメな時の方が全然多いですから。わかる。それを言わずに、うんと、なんていうのかな、いいとこだけ伸ばそうかなっていうところじゃないですか。しっとりよ、漢字も読めんのも。数字が弱い。数字弱い。得意なもんないじゃないですか。漢字も数字もダメだったら。考察です。考察。おからじでしか生きない。間違いない。おからじがいいっすよね、やっぱり。まあまあまあ、本当にね、いい説が出てよかったなとは思います。かったです、うん、はい。ということで、皆さんの、まあ、こうなんじゃないのっていう考察もね、ちょっと聞いてみたいんで、うんうん、聞いてみたいね。そうです、コメント欄に。あと、街コンでこんな変な人に出会ったよっていうエピソードもあったら、ね、いいすね、コメント欄で。いいっすね。いよいよ意識してますね。まあ、そんなんだったら俺あれで締めちゃうよ。乱発しすぎなんで、最近。お気に入りすぎなんですよ。まあまあ、ここはね、今日木村さんがいるんで、あれで締めてもらおう、はい、おからじで締めてもらおうかなと思います。わかりました、はい。この話、もし自分だったら、ありがとうございました。ではまた後ほど。